豆キュン。なんでね。ビービー。美容室に行くよ。ブランドン。まあ、ブランドンどうしたの？ブランドン。あらまあ、髪が長すぎて前がよく見えないんじゃない？ブランドン。逃げ回っちゃダメよ。髪が伸びてうっとうしいでしょ？前もちゃんと見えないよね。それじゃあ転んで大怪我するかもしれないわよ。ママの言うことを聞かなくちゃ。何しているのブランド。あらあら。ブランドンは美容室が怖いようです。でも美容室は怖いところではなく、髪をきれいに整えてくれるところよ。どうブランドン、すっきりしたって？そうでしょ。なんだかもっとかっこよく見えるわよ。ブランドンはママの言いつけを守って髪をきれいに整えるようになりました。よくできましたブランドン。チャンネル登録してね。